ロケットミュージック、一小節目のレの音にフォルテピアノ、そしてその後にクレッシェンドがついています。フォルテピアノがついている音は一瞬強く吹いて、その後すぐに音を弱くします。弱くした後2小節目に入るとクレッシェンドがついているので、4拍かけてしっかり音を強くしていきましょう。四角 A ではアクセントがついている音が重たくならないように、トゥトゥと鋭くタンギングをしながら息を吐いてみてください。四角 B のメロディーではスラーやスタッカートが書いてありますね。それぞれの音をどういう風に吹くかよく考えながら、歯切れよく演奏してみましょう。四角 D の一小節前からクレッシェンドが書いてあります。ここは D のメロディーに向けてみんなで盛り上がっていくところなので、他の楽器とよく音が合わさるように、柔らかくて太い音を出せるように心がけてみましょう。四角 G は曲のエンディングです。ピシッと決まるようにタンギングははっきりと、息も鋭く吐くようにしてみましょう。